人さんです。池田先生、最近巷でブロックチェーンという言葉をよく聞くのですが、ぶっちゃけうさんくさいです。これは一体何なんですか？そうね、うさんくさく聞こえますよね。ブロックチェーンには2つの側面があります。1つは暗号資産、もう1つは分散台帳。皆さんが怪しげだなと思ってしまうのは暗号資産にまつわる詐欺ですね。詐欺ですが、弱点があるからといってそれを伏せてしまうというのは私は取らない。分散台帳の良い点、これをフルに活かして新しいデジタル経済を作る。分散台帳の機能を使うと、例えば DAO と言われているものですね、新しい形態の企業です。で、これを可能にするのがブロックチェーン技術で、これができるとみんなの意思をダイレクトに反映したような社会ができる。ですので、暗号資産にまつわる弱点、これを新たな科学で検出しながら、分散台帳の素晴らしい点をフルに活用していく。これによって新しいデジタル経済を作る。これがブロックチェーンの本当の姿です。分かってもらえましたかね？